どうも青キックスとなるです。はい、というわけで今日は体育館ではなく珍しいこの事務所兼自宅から撮影しています。今日はルームツアーもしようかなとかいろいろ思ったんですけども、まだまだ見せれる状況じゃないので、インスタライブとかここでたまにやるじゃん。インスタライブとか TikTok ライブとか靴背景にすることが多いんですけど、その時に必ず10件以上の問い合わせが実は来てるんよ。何の？スニーカーボックスどこで買ってるんですかっていう。スニーカー好きたちが？そう、スニーカー好きの学生多いじゃないですか。大人もいっぱいいると思うんだけど、今回はそのスニーカーボックスを紹介しようという動画です。というわけで今回はテムでスニーカーボックス買ってみた。なんで今回テムかと言いますと、これはちょっと別のとこなんですよ、実は。今出てるこれはね。でも、言ったらちょっとお高いんですよ、値段が。そこそこする。で、これは1個1000円ちょっと越すぐらい。大学生でめちゃめちゃバイトしてますとか、社畜ですっていうぐらいの子だったらいけると思うけど、結構俺のアカウントにメッセージくれる子たちって子供が多いわけよ。だから、いろんな人でも手が出しやすいようなスニーカーボックスなんだろうっていろいろ調べたわけ。めっちゃ問い合わせ来るからってなった時にテムでした。はい、テム。ちなみになるは使ったことある？テムはない。俺もテム実は初めてなの。テムだったらあんだけインスタの広告も出てくるし、激安通販サイトって歌ってるわけじゃん、だからいろんな人も手出しやすいんじゃないかということで、今回テムのスニーカーボックスパワーキックスがリアルなガチレビューしていきたいと思います。はい、じゃあレッツゴー。はい、というわけでスニーカーボックス買いました。こちらです。はい、こちらです。早速こんな感じで届きます。もうちょっとこれ開けたんだけどね。こんな感じで届きます。届きます。で、これなんだと。これあれだ、ボックス積み上げてるじゃん、こういう風に。これはちなみに連結部分のこういうのはないんですよ。ただカポッとはめるタイプけど、これは補強道具。これ今地震とかめっちゃ多いじゃん、これそういう時に落ちてこないための道具がこんなにいっぱいあります。今回はこれを組み立てていこうかなということなんですけど、インサイド今からそれ組み立てんの？今から組み立てる。何？時間かかりそうって思うじゃん。これで早かったらどうする？いろんな子供たちが手出しやすくない？そもそも子供そんなシューズボックス買うほどシューズ買うの？ああ、確かに。と思うじゃん。でもバッシュって横に並べとったらさ、謎の博多弁みたいになったけど、横に並べてたら床にね、めっちゃ場所食うじゃん。でも縦だったらその面積だけでこう。床の面積だと足踏み場ないけど、縦の面積だって足踏み場そのままキープされる。早速もう作ります。めっちゃ作りやすくて安かったら、しかも最後にプレゼント企画あります。これがテムでめっちゃ安い。9個入りで6000円。多分値段ちょっと上位すると思うんだけど、テムって6000円ちょっと、6100円とかだから、1個で割ったら1000円以下じゃん。そういうとめっちゃ手出しやすいの。大体この9個あったらみんな普通収まるくらい、大体残って収まる。俺結構説明書とか読まないタイプです。読むタイプできない。できないってない、組み立てが。読んでもってこと？うん、論外。どうですか、家にまたこういうのが増える気持ちは。ゴタゴタに靴置かれてるよりは家中に、ちゃんと綺麗にまとめてあった方がいいっしょ。まあそれはそう。これは多分上と下ない、きっと。これでワンセットだ。こうなってる。こういうのって大体多分こうなって、こうなって、こうなって、横パーツがあって、ここのキャップをかぶったはめる。ちなみに俺この大体横入れのバージョンある、見るのがね。けど今回は縦入れのバージョンにしました。とはと思うじゃん。これ横箱、これってでも場所取るわけよ、めっちゃ横幅で並べてるから。今回はよく NBA 選手とかも多いんだけど、こういう縦入れこう、あんま場所取らない。だから中学生とか高校生とかが広くないじゃん、寮って。家でもお母さんとかに靴のうち靴ばかり集めてみたいな言われないような、このインサイドが内側でしょ。で多分こうだと思う。でこういう風にカポッてカポッて、これインサイドね。でこれをカポッて、で多分こういう風に、こうで横か、横でこれも同じ風にカポッカポッで、こっちにで、こここういう風にハンドル。これで大体箱をね、おお、おい、完成。
めっちゃ速くない？超簡単じゃん。これで1個で、このパーツは連結するときとかあるじゃん、9個あるから、ここに多分こうやって入れるんだよ。あ、こうやってなくしても大丈夫、まだあるから。使えなくなるだろ。めっちゃある、めっちゃある多分。予備が入ってるって。で、こういう風に、お、しかもちゃんとパチってなる。手前で、ほら、カポってはまる。ほら、こうなる。完璧じゃん。1個、こんな感じでできましたと。で、何入んのってなったら、まあちょっと今、ドーカットの場所あったから、まず、これサブリナ。まあよくコービーとか、おお、どう？綺麗。めっちゃよくない？今度は本当に最速で作ってみます。ピラピラがついてるんで先に剥がしておきます。どんぐらい簡単に作れるか。ちょっとみんなにそこ知ってほしいな。めっちゃ簡単っていう。いきますよ。はい。よーいスタート。やばい、やばい、手こずった。やばい、手こずってる。30秒。やばい。言わない、こいつが、これやばい、こいつがカポって言わない。下。はい、1分。おお、こんなに焦ってやる必要ないけど、10分ありゃこれ全部組み立てられるってことや。下もこういう風に穴があるから、はい、これをはめると、しかもこっちもカポって言う。そうな、めっちゃ頑丈。こういう交尾とか入れると。おい、どうよ。次、みんなが気になってんのは高さ問題ってあるの。ハイカットのでしょ。そうです。コービー、サブリナはローカットじゃん。まあまあまあ入るよ。次はじゃあミドルぐらいいこうか。ルカ1、余裕っす。高さ次、じゃあジョーダンいきます。すごくない？結構余裕じゃない、高さ問題。あとこれいけたら全部いけるっしょっていうのは結局冗談1なんよ。1のハイカットロストバンドがあります。ちょっとこれはこれ入れは無理だね、ぶつかる。ここが斜め入れで、こう入れで入る、はい、ぶつかってないっしょ。出すときは斜めこうなっちゃうね。こうこうなる、横に倒してから入れるかなって感じです。最近のバッシュ言うてこんなハイカットのバッシュないじゃん。ないし、みんな履かないじゃん。だいたいコービーとかルカとかとかが入りゃいけるくない。流行りで言ったらブックとか、まあこういう感じです。あと出してる俺の靴が29センチなわけ。ジョーダン1に関しては30センチ。30でこうなってるってことは多分26、7、8ぐらいとかだったら多分何も問題なく。ナルの靴いくつ？一番ハイカット何？ちなみにこれはなんか思い出ある靴らしいですけど、どんな思い出ですか？喧嘩した？違うだろ、絶対に。誕生日にもらった。はいはい、誰から？大丈夫。ありがとうございます。はい、僕がナルにプレゼントしたバッシュ、まあこれも言うとハイカットじゃないですか。27センチです。おお、ぽりすっぽり。テムすごくね。すごい。他にもいろいろ実際買っちゃいました。初めてのテムだったっていうこともあって、ちょっとそれをご紹介します。はい、ここからは本当にちょっと青キックス半プライベート動画みたいな、ちょっと恥ずかしいんですけど、他に買ったのはまず一発目こちら。何ですかそれこれはですね、最近ですね、僕あの友達からポップアップニキって呼ばれてまして、ご飯とか友達と行ってもポップアップやってるから一緒みたいな。全然良くないよ、全然良くないんですけど、そういうのがありまして。一緒ってのは何が？奢ってくれても一緒みたいな。ああ、確かに良くないっしょ関係ないっしょ、気持ちっしょ。そのポップアップの時にこいつは活躍します。わかる人いたらすごいけどな、こんなん手も売ってんだと思って。これはですね、商品ディスプレイです。
パンツとかこれ垂らしたりさ、まあね、他にもありました。じゃじゃん、マッサージガン、いろいろマッサージガン今まで案件とかしてきたじゃないですか、してきたんですけど、あ、テムにもあるじゃんと思って、俺もめっちゃ安い、テロップ出てるんだけど、でアタッチメントもめっちゃ入ってる、 1,2,3,4 4つ入ってて、俺が好きなのはこれなんですよ、電源タッチです。1,2,3,4,5,6 強さ強さ強さ、ああま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 あ、めっちゃ超強力かって言われたらパワフル系ではなくて、でもこれでも十分筋肉するところとか練習前とかは程よい強さって感じかな。ああ気持ちいい。いや俺結構このクワガタも好きなんですよ。これクワガタって呼んでるよね、なんて言うんだろう、あんまり使ってしてなかった、嘘、あのここが痛いから俺、このアキレス腱が直は痛いわけよ、この筋ここ痛い人いるやん、よくバスケ部ここもこう直接押すわけではなく、この周りをほぐすっていうこのムーブを結構ペアで俺は使ってましたね。はい、こちらとですね、はい、海パン、海パン可愛くない、この服装にも合いそうだし、はい、次、この柄で連想されるものない、ミニバス、違う、ミニバスユニフォームじゃなくて、ちょっとこれはケイトリン・クラックっぽいかなと思ってさ、ぽいって言われたらぽいかでしょ、この星もそうだし、この黄色いラインにちょっと黒い縦ストライプ、これにこれ履いたらケイトリンじゃん、ほらぽいね、でしょ、ちょっといいな、買いました、僕でこれサイズは XL です、かわいい。あとはですね、これも面白いもん、まあ、さっきのね、またポップアップ2期に引き続くんですけど、ポップアップの時に使う、一緒にポップアップ立っててさ、 T シャツ1枚いくらですかとかさ、お会計何使いますかっていう質問2人に1人ぐらい出てくるやん、これはもう俺が悪いんだなと、料金のやつが見えにくいんだなみたいな、一応ないわけじゃないじゃん、ボックスいくらとかあるけど、なんでこれがもうちょっとかっこよかったらみんな見てくれるんじゃないかなと思って、こちらです。これはですね、そこに着書きするって言うんですか、はい、ペンもちゃんとセットで買いました。これで例えば777円、ああ水でこういう風に、ほら見てごらん、消えた、俺さよくあるけど7どうやって書くこれ、うん、俺はそう書いてなかったよ外人分だし俺はでもマジで77番とかじゃん背番号、俺は本当に本当にだから汚いんだよ字が、絶対わかんないよそんな、嘘つけツッコミ的には、いやドンチッチの7の書き方っていうのが正解です、知らんでしょドンチッチの7の書き方、こうないサインとか見てください、ぜひ外国人の人がそれやん、そう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 、やっぱルーカスとかそうだった、ヨーロッパの書き方なんじゃない、アメリカじゃないんじゃない、英語の先生もそうだった、英語の先生これはあんまり教育的に良くないだろ、こういう効果ができちゃうからはい次、あと2個あります、しかもどっちもポップアップ道具、はい、パーカー、パーカーだと思うやん、違うんです、これはですね、普通の会議の机ってさ、下スカスカやん、足とか入れるから座ったりとか、まあ、下とかにいっぱい段ボール置きたいわけよ、このお会計とかの時に隠すやつ、多分今この話出てます画像が、伝わるけどまた買ったのそれこれはしかもなんとすごいのは、今まではバナーをこうするだけだったよ、言うたらこれをこうするだけだったよ、横からはガラガラだったよ、これはなんと横もなってます、四角形なの、四角形すごくない、占い師みたいな、占い師、占い師の机ってさ横も見えないじゃん、これいいやんと思って買っちゃいました、安かったんで、そして最後ラストこちら、ちょっと重たいんですけど、これ何だと思いますか、シューズボックス、違います、これはですね、青キックソックスって今机とかラックとかにそのドジャドジャドジャみたいな、ご自由にお取りくださいみたいな、じゃなくてやっぱインターハイとか全中とか行って俺ら学んだやん、かけるべきなんだって、かけるやつ、ソックスとかよく売店とかにあるさ、普段こういう感じで青木くんのソックス販売させてもらってるんですけど、これをいつもこういう風に入れてあるよ、ラックにここバー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 っていっぱいじゃなくて、これがあることによってこうやってかけれます、こういう風に陳列できます、見やすくなりますね、そう見やすくなるし取りやすくなる、より進化した青キックスポップアップをみんなにお届けできるんじゃないかということで課金しました、テムに、こんなのテムになるってすごいよね、びっくり、多分だけど他の業者さんきっと真似すると思う、テム確かに安いし、そうで、こういう業者向けのやつってさなかなか売ってないし、ニトリとかで売ってないじゃん、 IKEA とかじゃん、販売者用とか、それがテムにあるっていうのは全国のいろんなところ、この動画見た人は真似すると思う、めっちゃお手頃に手に入るしという感じですかね、はい、今回の動画はでですね、最後になりましたけども、なんと皆さんにプレゼント企画があります、こ
このスニーカーボックスがなんとただでさえお得な値段なのに、さらにそこから 70% オフで皆さんに提供されるクーポンしてくれたそうです。でかいね。しかもこのテムの中でもかなり売れ出し中なこのハンドガンもかなりお手頃になってるそうです。今期間限定でいくらなの？887円。すごくない？1000円以下で手に入ります。ちょっとね、もう安すぎてあんま覚えてられないのよ。もう衝撃価格すぎて1キュッパとかだったらさ覚えやすいじゃん。違うんだよ、すごいんだよ、いろいろ。これが9個入り透明プラスチックスシューズボックス、積み重ね可能なシューズボックス、特大シューズボックスが青キックスのこの動画のクーポンから飛ぶと9個入れるだよ。1973円。6000円だったのが、うん、70% オフ。やばくね。例えだよ、ちょっと作ってる最中にバキバキっていっちゃいましたとかだとしても、9179円が1973円になるってやばくない？やばい。このバッシュが入りはもう大体入るっしょっていうような超お得情報を今日は皆さんに、普段とはまた違った動画になりましたけど、てかなる用のこれ買おうよじゃあ。確かに。というわけで、ぜひあの概要欄の方にこちらのクーポンコールとかもろもろの情報、僕が今日買った商品の名前とかリンク貼ってあるので、そっちからぜひチェックしてください。このパンツとかこのケイトリンとか多分ナロにパクられちゃうんで、はい、履きますそれで。ちょっと僕ももう一個買おうかなと考えてるところです。というわけで、ぜひ皆さんもこちらの方からチェックしてください。今後もね、いろいろこういうバスケットに関わる情報とかハイライト潜入系いろいろ撮っていこうと思うので、青木くんとなるをよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。どうでした？バイバイ。